の愛知です。以前いただいた質問、まだ募集中ではあるんですけど、それに今回10個答えていこうと思いますので、よかったらお付き合いください。徹夜と朝弁、どっちの方が効果的ですか？満期系で。ということなんですけど、徹夜ですかね？夜弁と朝弁という解釈でいいのかな？まあ、基本的には朝弁の方がいいとは言われます。はい。朝方と夜方どっちかって言ったら、特に受験生に関しては朝方にした方がいいです。これはですね、受験、実際に試験を受ける時間が朝というか日中ですよね。夜試験を受けることはほぼないので、試験を受ける時間にちゃんと脳が働くようにという風に持っていくためには朝弁の方が効果的だとは思っております。ただ、徹夜はダメです。基本的には。朝方までずっと勉強っていうのは絶対効果的ではないので、睡眠は必ず取る。でも、夜弁が良くないっていうわけではないので、できれば夜も朝も両方できればベストかなと思っております。はい。で、塾に行っても成績が全然伸びません。親にも申し訳ないし、どうしたらいいか私もわかりません。助けてください。いい点を取って親を笑顔にさせたいです。このね、いい点を取って親を笑顔にさせたいと思うランランさんが素敵だよね。俺絶対、中学生かなわかんないけど、俺こんなこと思ったことなかったよ。そこにちょっと感動したけどね。で、まずはですね、他の塾行ってる方もいると思うんですけど、まず塾に行くイコール成績が伸びるっていうその方程式は成り立たないと。まあ、前話しましたけど、これも。そう、成り立ちません。はい。で、ですね、まず、じゃあなんで伸びないかっていうのを、これはまあ塾の先生、まあ学校の先生どっちでもいいんですけど、信頼できる先生に相談するのが一番です。ランランさんの弱点がどこなのか、ね、なんで伸び悩んでいるのかっていう、絶対に原因があるの、そこには。そう。で、それを分析してくれる。で、塾の先生はそんなん普通にできるから。で、それをしてくんないんだったら、もしかしたら塾を変えた方がいいかもしれないです。とは思う。特に個別塾だからね。俺も個別塾のね、塾講師やってましたけど、自分の担当の生徒だったら全部言えるもん。この子はここが弱点だから、じゃあここを伸ばせば、まあ2、30点まず伸びるな、みたいな。なんかわかるはずなので、ぜひその相談をしてみてください。で、まあ、ランランさん努力してるのは間違いないと思うので、まあ、もしあれだったら、もう今いるね。今いるレベルの 1.1 倍、ちょっと 10% 増しぐらいの努力をしてみると変わるかもしれないです。頑張ってください。これ、ダメじゃない？みんな見えます？おはいりすめんてん、どうもハイチですって言ってくださいっていうね。これパクリだから。まあ、言っちゃうけどね。はい。で、最近になりとても怒りっぽくなってしまいました。小さいことにイライラしてしまったりして、時には聞こえないぐらいではあるんですけど、口に出してしまったりと。まあ、言っちゃうんだね。ちょっとボソボソっと多分、イラッとしたことをね。で、反抗期とか思春期なのかなって自覚するほどの変化なんですけど、前に戻る気配がないと。で、このまま行ったらまずいんじゃないかという相談ですね。まあ、反抗期、思春期、そうなんじゃないかな。まあ、多感な時期なので、ちょっとね、何年生か書いてないんでわからないんですけど、多感な時期だから、普通だと思うよ。それを別に気にする人は全然なくって、で、戻ります。絶対に戻る。そう。で、これなんで絶対って言っちゃうかっていうと、この、まあ、シオンさんでいいのかな？自覚があるから、そう。まずいって思ってるでしょ？思ってるから絶対戻るから大丈夫だよ。で、良くないのは、イライラしてる。で、戻るか不安でしょ？戻らない気がしてるでしょ？そこにイライラしちゃうと悪循環だよね。イライラしてるよ。もうダメだよ、俺。で、こう、どんどんぐるぐる回っちゃうから、ちょっと割り切るといい。ちょっと前に話をしましたけど、まあ、いいんじゃないっていう、そういう時期だし。と思いますよ。自覚がある時点で大丈夫です。はい。で、もし、まあ、口に出しちゃったりするので、これを、相手に聞こえちゃうと喧嘩になるから、そこをちょっと気をつけたらいいのかなというぐらいかな。本当に気にしなくて大丈夫です。まあ、頑張ってくださいってのはおかしいですけど、まあ、気にせず行きましょう。はい、じゃあ次が、ノートの上手な書き方を教えてくださいと。で、これグッドがすごく多くって、多分そういう風に共感する人が多かったんでしょうね。まあ、アイコンが照れてる新一っていうね、で、キヨさんとはじめん最高、はじめさんが好きなんだね、きっとね。ということで、これですね、まず第一前提として、みんなにね、理解してほしいのは、ノート何のために書くっていうところが大事で、もちろん提出するため、提出で得点もらえるじゃん。大体先生がノート得点つけてくるから。そのためもあるんですけど、一番は、自分のために取るんだよ。自分が後で見たいなと思うノートを取ってほしい。作ってほしいのね。で、基本的には俺学生の時のノートね、取っておけばよかったんだけど、全部捨てちゃってないんで、見せらんないんですが、まあ、大事なことは、ノート、見本は見せられないんだけど、ここノートあるでしょ？こういうの。あった時に、一個は、詰めないっていう。
よく、もったいないからって言って、例えば1行目、次2行目、どん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 詰めていく人がいるんですけど、小説とかさ、その本、活字ね、文字がいっぱい並んでる新聞とかもそうですけど、が、読むのが苦じゃない人、っていうのは別に大丈夫なの、それでも。大丈夫なんだけど、例えばあんま普段本読まないとか、その文字をいっぱい読むのが辛いって思う人は、もし、詰めてノートを書いてしまったら、そこ詰め詰めになるから読みたくなくなるよ、後で。そういうタイプ。俺そうなんだけど。だから、一行とか開けて書くといい。例えばね、三行目の先生の板書見て、そんな長くないって言ったら詰めてもいいと思うんだよ。いいんだけど、その行間、行との間ね、行と行の間の行間とか空間をしっかり作るっていうのが大事。詰めないっていう。詰めるとかもあんましない方がいいです。で、あとは、特に、こっちの右のページから次の左のページに飛んでしまうときとかそうなんですけど、こうやってるときに、問題のとき、数学の長いさ、回答とかあるじゃないですか。ああいうときにも、途中で切れちゃうんだったら、次のページ行っちゃった方がいいです。ここと、ここ、みたいな。繋がってる回答は作らない方がいい。で、たまに学校の先生で、特に小学校の先生に多いんですけど、余らせてるとさ、そこで減点つける先生いいんだよ。もう意味わかんない、その先生。俺大嫌いなんだけど。怒られる。ですけど、もしそれでマイナスを食らう先生だったら書いてください。そのノートにマイナスでもらうのもったいないんで。でも、そんな気にしない先生であれば、空間、もったいないと思うかもしんないけど、空間が空くっていうのはすごい綺麗に見えます。で、それはきっと見てくれてるみんな一人一人とは違うの、感覚が。自分はこういう風に書いて、こういう風に空いてる方が綺麗だなと思う。っていうんだったらその空きでいいし。俺は一行とか空けて書くのが好きなんでそうやってやりますけど。で、あと、色をあんまりたくさん使わない方がいいです。基本的には3色までが自分はいいと思ってて、言っても4色。黒、赤、青とか。で、あともう一個一つみたいな。がいいかなと思います。例えばボールペンって3色ボールペンとか、俺今あるかな？ないね。4色ボールペンとかありますよね。で、まぁ、3色黒、赤、青とかを持っておいて、基本的にその3色で書くと。で、あとマーカー。ちょっと仕事柄いっぱいマーカー持ってるんで使うんですけど、こんな持ってなくていいよ。こういうマーカーね、やつを2個とか、まあ2色ぐらいです基本的には。を持っておいて、まあ書く文字は3色でマーカーは言っても2色、まあ計5色になっちゃうんですけど、マーカーとその書くっての役割が違うので、そこは分けてもらっていいと思うんですが、あんまりペン、特に女の子ね、あんまりペンをすっごいカラフルにしてしまうと、何が大事かがわからない。見返した時に。基本的には赤字が大事。俺はよくやってたのは黒字を書くでしょ。で、先生大事ってのは赤字書くじゃないですか。赤字で書く。もしくは青字で書いたり。特に数学とかは丸をつけることが多くなると赤字で書くと赤が被るんだよね。その時は青で大事な文字、あとポイントは青で書くと。で、例えばね、これもちょっとできればやってほしいんですけど、まあ、ノート写しますよね。書くじゃないですか。で、右の方ちょっと開けておくんですよ、わざと。まあ埋まってもいいけどね。あ、ちょっと開けておくと。で、先生が口で大事っていう先生結構いるんだよね。これ出すぞみたいな。これ覚えておけよみたいな。口で言う人。そういう口で言ったことを赤とかで書くの。青で大事なことを書いてるんだったら赤で吹き出して何々大事って言ってたとか。って書いておくとこれまたいいですね。うん、ぜひお試しあれ。で、次ですね。彼氏や彼女を作ると成績が落ちるって本当なんですかね。葵さん、そんなことはない。はい。これは全然そんなことないです。はい。これよく言われますよね。恋愛が、まあ、勉強とか、入試の邪魔になると、まあ、保護者の方でもおっしゃる方多いんですけど、これはですね、邪魔になるケースが多いだけであって、別に邪魔にはならないです。ただね、ただ、例えば、これ、特にね、自分の印象だよ。ごめんね、ちょっと偏見入ってるけど、女の子は彼氏によってすごい変わりやすい。男の子はそんなに変わらないんだけど、どちらかというと彼女を引っ張れる方だから。だから自分の生徒もそうなんだけど、ちょっとやんちゃな女の子とか生徒にいるの。まあ、別にいい子なんだよ。いい子なんだけど、勉強は好きじゃないし、ちょっと先生に反抗しちゃうし、みたいな。子が、彼氏がね、できた時に、その彼氏がね、まあ、やんちゃなんだけど、真面目なの。勉強できる子だったのね。勝手に伸びるよね、成績が。そう。で、これはもちろんその恋愛体質とかそういう面も出てくるんだけど、基本的には相手によっては上がるし、相手が勉強なんて良くねっていう人と付き合っちゃうとそっちに引っ張られる可能性は高いです。で、一般的になんでその恋愛が邪魔と言われるかっていうと、これですね、原因は。これ携帯です。スマホが邪魔なんです。自分は勉強の一番の時はこのスマホだと思ってます。基本的には。ゲームとか、YouTube とかね、まあありますけど、これですね、基本的には。特に LINE。はい。自分が勉強するとき、まあ、LINE っていうか、携帯をね、
LINE 通知をオフにして目に見えないときに置いてねって話をよくします。でこれは LINE って何が邪魔かっていうと、通知あるでしょ。俺通知切ってるんで LINE 通知全く来ないんですけど、 LINE 通知来るじゃないですか。で通知が来るまで別に置いといても邪魔じゃないじゃんと思うでしょ。違うんだよね。これ LINE って送るじゃん。そしたら帰ってきてるかもしれないってどっかで思いながら勉強したら、それもうダメだよ。集中できてないから。帰ってきてんじゃないかな、じゃあこの問題だったら LINE 見ようとかって思ってる、そのね、思ってることが邪魔なんだよね。で彼氏彼女ができるとやっぱりその LINE のやり取りが出てきますよね、スマホ持ってる方だと。で彼氏からさ、彼女からさ、 LINE が来てるのに返してあげたいじゃんね。嫌われたくないしって思う気持ちもあるかもしんないし、それが邪魔になる。でもしその彼氏彼女ができた時に、ぜひね、ぜひ友達同士でもいいからやってほしいのは、勉強するからちょっと何時まで LINE 返せない、ごめんねって言って、オッケーオッケー頑張ってねって言ってくれる相手を選ぶこと。これすっごい大事。そう、来てるかもなじゃなくて、何時までは LINE できないよって言ってある、伝えることが大事なのっていうことができるかどうかかな。だから一概に彼氏彼女がいるから成績落ちるなんてことは絶対ないです。で次、ウームに入ってるのって、俺これすっごい聞かれるんだけど、入ってないです。なんで聞かれるんだろうな、わかんないけど入ってないよ。俺はどこにも所属してないので、はい、フリーでございます。で、次、音楽聴きながらの勉強はいいですか？実際やってますと。これやってるユアさんにさ、ダメだよっていうのすごい、なんか、申し訳なくない？聞かない方がいいか、聞いても変わらないか教えてほしいです。結論から言えば聞かない方がいいです。はい。で、これはですね、なんでかっていうと、まあ、音楽を聴くっていうところに脳をちょっとでも使ってるので、例えばクラシックがいいとかっていうのもあるんですよ。悪くないんですよ。悪くないんですけど、やっぱり音楽を聴くっていうちょっと脳を使ってるっていうところが気になるのと、あとは試験の時に音楽はかかってないよねってね、やっぱそこに持っていくのね。基本的には。まあ、受験にしても学校のテストにしても、同じ環境でやっぱり勉強してほしい、できれば。と思うので、できれば音楽は聴かない方がいいとは思ってます。ただ自分もしてたし、今でもするときはあります。で、これちょっとコツなんですけど、でも音楽を聴くと集中できるときってありません？感覚として。ない方ができるなってときもあると思うんですけど、で、それは気分転換にはすごくいいんです。音楽を聴きながらの勉強って。で、音楽をでもね、聴きながらでもしていい勉強っていうのがちょっとあって、で、それが例えば数学とか、まあ英語とか、社会理科でもいいんですけど、一回解いた問題、例えば昨日とか一昨日やって、よし、できるようになったぜっていうのを覚えてるかなって確認する作業あるじゃないですか。その時は基本的にそれでもいいと思ってます。できれば聞かない方がいいんだよ。聞かない方がいいんだけど、その時、解き直しってやつです。もう一回ね、確認作業の時だったら、聞きながらでも個人的にはいいかなとは思ってるので、できればその気分転換で音楽聴きながらやりたいなっていう、そのさ、例えば聞いてない時間、聞く時間、聞いてない時間で勉強を作るんだったら、その聞く時間のところに、まあ、昨日とか一昨日とか、ちょっと前にやった問題を確認、まあ、解き直しというか、確認の作業を間に入れるっていう風に組み立ててくれるといいかなと思っております。暗記とか、初見の問題とか音楽聴きながらでやんない方がいいです。基本的にはね。で、次ですね。ハイチさんは血液型何型ですか？自分は O 型ですね。はい。で、また恋愛において血液型の相性など調べたりしますか？するね。俺結構気にする、こういうの。で、気にするっていうか、今もう結婚してるから、もう全然そんなことないですけど、中高の時とかは、気にする。気にするというかさ、例えば血液型の相性占いとかあるじゃないですか。あのね、自分占いってそんなに信じないというか、都合よくって、いいことしか信じないって決めてるんですよ。悪いことは信じないの、基本的に。都合がいいでしょ。でも楽なの、そう生きるとね。だから、その、例えば好きなことできるじゃん。付き合いたいなと思うじゃん。その時に、まあ、調べるよね、いろいろ。その時、あ、ま、いろいろ書いてあるわけだよ。いいことも悪いことも。いいことだけ拾うよね。あ、うちら合ってんじゃねみたいな。そうそう。っていうのはよくやるかな。まあ、自分も結構な恋愛体質というか、恋愛にこうなるタイプだったから、まあ、好きになったら突っ走るよね、みたいな。はい、ということでラストですね。ちょっと長いんですけど、高3の子です。進路のことで悩んでます。1年ほど前、なんかレールの上をただ歩いてるだけのが嫌なので、普通じゃない仕事に就きたいと思ってました。で、それで演技を仕事にしたいと考えましたと。で、大学入学を機に関東方面へ行って、大学に通いながら演技について学びたいと考えました。しかし、まだ親に、まあ保護者の方に言ってないと。で、反対されたらとか、慣れなかったらって考えてしまいます。
自分の夢とかを人に語ることをしたことがほとんどなかったので、どうしたら親に言えるのか、どうしたら勇気が出るのかわかりません。今回意図的にこれちょっと最後にさせてもらいました。で、この相談はすごく多いです。ものすごい。特にメールで多い。でですね、このナイトライトさんに限ったことじゃないんですけど、夢を、例えば見つけたとき、それが、一般的に理解されにくい夢ってありますよね。多分 YouTuber とか多分その類に入るよね。親御さん嫌がりますよ。で、夢を持ったときに、それを人に言うのって緊張するじゃん。特に親御さん。で、緊張するのはなんでかって言うと、否定されたくないんだよね。で、親ってどうでもいいって思う時期のね、思ってる子もいると思うんだけど、どこまで行っても家族は家族だから、できれば応援してほしいんだよ。どっかでやっぱり。否定されたくないんだよね。だから心配になるんだけど、基本的には否定すると思ってます。保護者の方は。否定するって言い方悪いね。ちょっと反対するというか。安定してない仕事。演技とかもそう。あと芸能界とかもそうだし、まあそうだね。まあ、声優さんとか多いかな。自分の相談だと。多いんですけど。でも、言うべきです。絶対に。それは、慣れなかったらってちょっと置いときましょう。反対されたらっていう心配なんですけど、反対されてもいいじゃないですか。なぜならって、人に反対されて諦める夢だったらそこまでなんだって。って自分は思ってるの。これはよく生徒にも言ってたことなんだけど、人に夢を言うっていうのは、夢を話すっていうのは、すごく緊張します。で、これは目標を話すも同じなんですけど、有言実行っていう言葉がありますよね。言葉にある。まあ、言葉にしたものを実行する。かっこいいですよね。これをやるって。例えば登録者100万人行くからって言った時に100万人行った人はかっこいいですよね。で、有言不実行っていうのが一番かっこ悪いと思われます。言ったのに達成できない。有言、言葉にしたのに不実行、実行できなかったっていう。まあ、かっこいい。よくダイエットするよって言ってダイエットできなかったみたいな。それもそうですね。で、これは、それに入る。夢を人に話した時に慣れなかったら不実行になったらどうしようっていう不安がつきまとってるんですよ。やっぱり心のどっかに。自分に自信がなかったりなかったりすると、やっぱそうなりますよね。でも自分は、有言することがまず一歩だと思ってます。夢っていうのは人に話さないと反対されるかもしんないけど、人に話さなければ応援してもらうことは絶対ないんです。だって誰も知らないんだから。これね、よく、有言実行より、無言実行か。言葉にしないで、実行することがかっこいいと思われます。例えば何も言ってないのにこれやっちゃうよっていう人、かっこいいって言われるんですけど、そんなことない。ひとまず有言することが大事。言葉にすることがね。自分もね、学生の時、これ恥ずかしい話なんですけど、自分は高校生で、まあ中学の時いじめ受けてて、高校入って、まあ環境変わって、で、見返したいっていう気持ちがすごい強かったの。中学の時の人を。そう。だから、ちょっと芸能界に憧れてて、自分オーディションとか受けてたんですよ。高1の時だけなんですけど。そう。で、ある程度ずっと残ったりもしてて、そう。だからそういうこともしてたの。で、もちろん最初行った時は反対されたし、親に反対というか、みたいな。で、その、まだ高1だったから、まあひとまずやってみれば、みたいな。そうそう、どうせダメでしょ、みたいなテンションで親は見てたけど、でも、すごい緊張したし、反対もされたけど、でもその時本気だったから自分は。絶対なりたいって思って、で、駆け抜けてた。で、いろんな人に出会ってさ、いろんなことにこう感じて、で、夢が変わってって、で、教育ってとこに、まあ変わってったんだけど、路線が自分は。だから、ぜひ、話してください。そう。で、話して、いろんな人の意見に触れて、ナイトライトさんの夢も変わっていくかもしれない。でも変わってもいいじゃないですか。本気で思った夢はそこにエネルギーと情熱がつきまといます。絶対に。その情熱に感化されて周りの人が応援してくれるかもしれない。否定する人も現れるよ。足引っ張る人も現れるけど、と思うので、まあ、ナイトライトさんだけじゃないんですけど、夢を持って人に話せずにいる人、人に話して否定されて悲しい思いするかもしれないよ。ハイチが言ったから言ったのにさ、みたいな思うかもしれないけど、でも自分はそれでも有言、言葉にする人の方が大好きです。はい、と思っております。はい、ということで今回ね10個の質問に答えさせていただきました。まあ、相談とね質問ですね。本当にね書いていただいた方ありがとうございました。まだ募集期間ではあるので、まあ、そちらの動画にねもしあれだったら書いてもらえればと思います。で、今回こうやって答えたんですけど、来週やる生放送ですねの時にも少し答えられたらなと。まあ、そこで来たコメントにもねもちろん返そうとは思ってるんですけど、とかあと少し先なんですけど8月にある動画を
もう投稿する予定がまあ決まっていて、でその時にも使わせてもらいたいなと思ってますので、まあ、今回ね、ちょっと採用されなかった方ももしかしたら、まあ、来週の生放送とか、あとは、8月の動画でね、使わせてもらうかもしれませんので、まあ、もしよかったらちょっと先になるんですけど、そちらの方もね、ぜひ見てもらえたらと思います。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。